クインシーはアメリカ海軍の重巡洋艦。ボルチモア9 0巡洋艦の4番艦。艦名はマサチューセッツ州クインシーにちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。クインシーは1941年10月9日にマサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール社でセントポールの艦名で寄港し、1942年10月16日に 8月9日の第一次ソロモン海戦で戦没したクインシーの名を受け継いで解明される。1943年6月23日にヘンリー・エス・モーガン夫人によって浸水する。1943年12月15日にマサチューセッツ州サウスボストンのアメリカ海軍艦ドックでエリオット・ M 船艦長の指揮下収益した。トリニダードとベネズエラの間にある パリア湾での成長後、クインシーは1944年3月27日に第22任務部隊に配属され、メイン州、カスコアンで訓練を行う。その後、第27.10任務軍と共に、北アイルランドのベルファストに向けて、出港、5月14日に到着すると、第12艦隊に合流する。翌15日、連合軍最高司令官、 ドワイト・ディ・アイゼンハワー将軍及びアランジー・カーク少将がベルファスト湾で部隊の艦を完越した。クイーンシーは5月20日にベルファスト湾を出港、クライドに向かいスコットランドのグリーノック沖に停泊、艦砲射撃の特別訓練を開始した。その後ベルファスト湾に帰還し、ヨーロッパ侵攻作戦の最終準備に入る。1944年6月6日の 作戦当日には、第125任務部隊の一部として5時37分から、ユタビーチの正面、バイエデラサインに対して、砲撃を開始した。6月6日から17日までの間に、クインシーは、敵拠点に対する正確なピンポイント射撃を行う。また、長距離砲を収めた、沿岸砲台を沈黙させ、総海作業の支援を行った。 食ノ市の陸民が脱出中の駆逐艦コリー、クレノン、護衛駆逐艦リッ地に対して砲撃を行っていた敵の砲台に攻撃を行い、脱出を支援した。その後クインシーは6月17日にクインビルの解放に参加した。グレートビターコで会談するサウード国王とルーズベルト大統領。左はリーヒテートククインシーは1946年10月19日に ワシントン州ブレマートンのピュージェットサウンド海軍造船所で予備役となり太平洋予備役艦隊ブレマートングループで1952年1月31日まで保管された後再び収益し朝鮮半島での国連軍を支援するため第7艦隊に配属された成長及び完熟訓練の後クインシーは高速空母任務軍の護衛として 韓国沖合で1953年7月25日から12月1日まで活動した。クイーンシーは1954年7月2日に再び退役した。クイーンシーは第二次世界大戦の先行で4個の従軍聖賞を受賞した。クイーンシーの乗組員はさらに大西洋と太平洋両戦線の従軍気章を受賞した。 サウジアラビア国王アブデルアズイーズイブンサウドとルーズベルト大統領の会談が開催されたことを記念してリアドのアメリカ大使館はクインシーハウスと命名された。1995年にその50周年を記念して記念式典が開催された。当時のアメリカ大使デーマバスは会談の模型を個人的に寄付し、この模型はクインシーハウスで展示されている。ありがとうございます。